国道138号から北持館堀川は山梨県富士吉田市を流れる川。宮川の支流である。富士山の北から流れ出て山の裾野と吉田の盆地を流れる。一級水系の相模川水系に属する一級河川。一級河川としての長さは3 6トルだが、稼働は1 0トル以上ある。富士山を侵食する谷を北に流れる。 北口本宮、藤屋様神社の東から国道138号の下をくぐると、富士吉田の島市に入る。今、富士道と言われる道の100メートルあまり東をつかず、離れず流れ、下吉田で宮川に合流する。普段の水量は少なく、上流では雨の時と雪解けの季節にだけ水が流れる。江戸時代には、村寒堀とも言われていた。江戸時代には、 富士山岳信仰の布教、宿泊、案内を務める五子たちが、吉田登山口に至る街道に沿って、宿を営んでいた。登山者は、それぞれの地域に縁がある五子を頼って宿泊し、清水で身を清めてから山に登った。そのために、道の東に屋敷を持つ五子の家には、真堀川から、西にある五子の家には、神田堀川から、水が引かれていた。後に、 自動車が普及し富士山に向けて道路が引かれると、腰を導きとする登山は、スタで、マホリ川の特別な役割もなくなった。マホリ川は、雪解けと台風で洪水を引き起こし、土砂を運んで田畑を埋めることがあった。20世紀後半に改修され、三面コンクリートの護岸となった。有機物による、お宅の指標である生物化学的酸素要求量は、 1987年に 10.35mgL に達したことがあるが、2008年には 2.2mgL であった。ありがとうございます。